はい、じゃあ今回は、くせ毛編のワックスの選び方を、やっていきたいと思います。癖を、出したくないっていう人が多分すごい多いと思うんですよ。そういう方は、水分の多い、ギャスビーとかが出してるウォーターワックスっていうのがあるんですけど、それは、やめた方がいいと思います。僕が持っている中で紹介すると、プレジウムワックスの6番とかがおすすめですね。これだと、そんなに、油分が多くはないので、癖を生かして、ゆるいパーマっぽく多分仕上げることができると思います。はい。で、これ以外のワックスですと、デューサーの 5S とか、このデューサーの 5S っていうのは、デューサーの5番がクリームタイプなんですけど、この S、水色のパッケージなんですけど、この S になると、ファイバーに変わるんですよ。5はクリームで、5S はファイバーなんですね。だから、このデューサーの 5S は本当に使いやすいですね。で、これと、プレジュー。あとは、ガズルのワックスですね。はい。あと、グラスプワックスとかも。すごいいい。これはでも僕使ったことないからちょっと何とも言えないんですけど、いいっていうふうには聞きますね。で、あと、ロレッタですね。ロレッタは使いやすいですね。でも、このロレッタはすごい高いんですよね。一つ2100円するんですよ。これ僕、いつも行ってる横浜のドンキでちょっとワックス買ってるんですけど、そこでも、定価の2100円で売ってるんで、ちょっと、なかなか手が出せないですね。はい。なんで、そうですね、こっちかな。値段的にも、多分、プレジウムワックスかデューサーがおすすめかなと思います。はい。あとは、こちらの、このウェーボじゃなくてもいいんですけど、このマット系のワックス。マット系のワックスに、トリートメントオイルっていうのがあるんですけど、トリートメントオイルを、このワックスに付け加えることによって、くせ毛の人独特というか特有の、パサつきっていうのを抑えることができるっていう効果があります。くせ毛で剛毛の方っていうのはすごいボリュームが出てしまうんで、くせ毛でかつ剛毛の方向けマット系のワックスとトリートメントオイルを混ぜ合わせる。はい。最後に、こういうムース。特にその癖がある方っていうのは、髪が濡れてる時が一番癖が出ると思うんですけど、その完璧に濡れてる、タオルドライだけしただけの髪に、このムースを揉み込んで自然乾燥させる。そうすることによって、その濡れてる時の一番強い癖が、再現できるっていうのと、あとは、そのドライヤーで半乾き状態になってる時に、これ揉み込んで、自然乾燥させてあげると、ちょっと、一番癖が出てる時よりも緩め、ちょっと緩いパーマかけたぐらいの、感じを出せる。で、そうですね、基本的にやっぱり乾かす前にムースは使いますね。癖を、出して、セットしたい方は特におすすめですね。あとは、もう髪を切った時の根本的な問題になるんですけど、髪をカットするときに、髪の中間、特に中間ですよね。中間をスライドカットで、ちょっとすいてあげたりすると、もうそのカットだけでもだいぶ違ってくるんで、特に、その剛毛の方で、髪のボリュームが抑えられないっていう方は、じゃもうカットとかを、美容師さんにうまく伝えて、切ってもらうといいと思います。はい、じゃあ今回は、ちょっと短くなってしまったんですけど、くせ毛はそうですね、使うとしたら、こんなとこですかね。はい。くせ毛って本当に難しいと思うんですけど、僕も昔くせ毛だったんですよ。前髪。だけど、アイロンとかずっと使ってたら、髪がまっすぐになったんですよね。もしかしたらこれ特別なのかもしれないですけど、そういう例もあります。僕、くせ毛の時は前髪、その癖をうまくこういう
ワックスとかを利用して、まあ、こう癖を利用したセットをしてました。なんで、まあ、癖毛の方でもセットの仕方によってはだいぶ、うまく利用できるんじゃないかなと思います。はい、まあ、次の動画は、特に決まってないんですけど、まあ、多分ですけど、髪のセット動画を上げると思いますので、また楽しみにしていてください。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。